マートル・ゴンゼアレスはアメリカ合衆国の女優である。1891年9月28日、アメリカ合衆国のカリフォルニア州ロサンゼルス市に生まれる。1913年、バイタグラフ・カンパニー・オブ・アメリカに入社、同社が量産する短編映画に出演した。1914年、一作のみ、ユニバーサル・フィルム・マニファクチャー・リング・カンパニーでの作品に出演している。 ザ・ヤッキー・エス・リベンジという西部劇の短編映画で、ウィリアム・クリフォードの相手役を務めた。翌1915年、ユニバーサルに移籍、第一作は、インサイド・ファクツであった。同年入社2作目のザ・ブライド・オブ・ザ・ナンシー・リー以降は、リチャード・スタントンとの数作を除き、すべてリン・エ・フレーノルズ監督作への出演となった。 1916年、ユニバーサル参加のブルーバード映画が制作した、沼の少女、沼の秘密が日本でも公開され、大変な人気となる。1917年の、南方のハンジが日本でも大ヒットする。同年、アレン・ワットと結婚、独定の根拠地を最後に休業する。1918年、全世界で猛威を振るった、スペイン風邪に罹患し、同年10月22日、 同病による心不全によりロサンゼルス市内で死去した満27歳没。同年12月に日本で創刊された活動評論では見開き2ページの何時かなシーマートルよと題した追悼文が掲載されたファイルザガール・オブ・ザ・ロストレークありがとうございます。